昔はこう教えられましたけど、最近ちょっと理論変わって、こう上げた方が早め肩に、肘の負担は少ない。まあ負担がね、確かに理屈的に横でこう上げるよりもこう上げた方が肩には負担が少ないですよね。だから最近のピッチャー、たまにこう上げるピッチャーが最近ちょっと出てきたっていうか、だからそれで故障が少ないっていうところで長くやってるのは和田毅。こう上げるでしょ。あ、そうなの？内線じゃなくてこういう感じですよね、多分。あんまり、パンって上がるんですよね。パンパンって。最近なんか肘の上げ方もなんとか変わってるとか言うじゃないですか。あ、そうですね。さっき言ったように内側に力入れたら絶対こういう上げ方しないです。ここに力入っちゃう。あ、硬いね。こう違うに内側に、だから星野さんのあのカーブ、招き猫投法、あれがやっぱり理想的なんじゃないですか。マジで。ここから行くのは、で前は大きく後ろ小さくっていうのは基本的な僕は投げ方だと。逆に最近なんか後ろがこう羽ばたき系が、そうですね、まあ見た目はテイクバックいろんなあるんですけど、結局この辺で収まってるんですよ、この投げる時、まあ、もちろんね、投げに行く時は、まあ、行く時はね、全部このまま投げるわけじゃないから、なんかそこは合う合わないかなと思いますけど、ね、まあどうでもどっちでもいいって感じ。工藤さんも結構広めでしたね、こう広く取って、まあここが大事なので、ここで投げれるっていうふうに思えるんだったら、どういう手の使い方をしようが、最終的に投げる時にここでちゃんと触れれば、ここがこんなんですとか、こんなになっちゃってますとかっていうんだったら、まあそこはその後ろを見て修正してあげることは大事かなと思うけど、ここがちゃんとできてたらどういう使い方してても、もう僕はいいと思いますけどね。はい。でも最近のトレンドでさ、なんか例えば大谷とかもさ、なんかこっからポコって上げてヒュッて投げるとか、あのダルビッシュとかもなんかちょっとちっちゃくなったっていうか、なんかちょっと変わったよね、何か。そうですね。でもやっぱりボールの違い、やっぱアメリカありますよ。ああ、そういうこと。さっきも工藤さんがお話してたように、負担のない無理のないフォームが絶対一番なんですよ。それが怪我につながらないし、まあ、肩肘にも負担は少ないはずなんです、でも滑るボールとかここの収まりが悪いとどうしても握らなきゃいけないんですよ。で握らなきゃいけないってなると大きくはなかなか使えないんです。ゆったり大きくて使えないってなると、ボールが抜けないようにとか、ある程度コンパクトにまとめていかなきゃいけないので、テイクバック小さくなるっていうのは僕はちょっと分かりますね。ちょっと怪我防止とかあんのかなと思ったけど、なんか分かんないけど、でもやっぱ大きく使うよりは小さく使った方が怪我防止になりやすいですかね。なりやすいし、だってまあここからやっぱりこう実際にボールを投げるまで加速をしていくわけじゃないですか、加速をしていくのに、まあ、例えば大きく使おうと思ってちょっとでも体ここであったらいいけど、この辺にあったとしたら、ここから加速していって例えば縫い目があまりなくて滑るボールだったら、絶対コントロールできないよね。滑ると思うから余計そうやっちゃったりとかで、それによる投げ方メカニックが狂ってしまった怪我の方がすごい心配だよね。それだったらまあちっちゃくしてもいいから、前をしっかりとパーンって振るように、まあ言い方悪いけど内野手のね、そうですね、動きじゃないけどパッと投げた方が多分コントロールも安心だし、抜けるとかね、そうです、そういうのもなくなるんじゃないかな。そっちの方が逆に無駄な力を使う必要ないです。やっぱ遅れてきた時にやっぱ調整するって言ったらこっちで調整するしかないんですよ、だから遅れて大きく使って遅れてきて腕で振っちゃうから、やっぱ肘肩を壊すんであって、そうしないプロセスを小さくすることによって作るっていう。お前もでもちょっと後ろ目やで。いやでもあの後ろでもちっちゃくてもいいですよ。ここのリリースの時点で安定するポジションに持っていければいいんですよ。それができるかできないかっていうことは多分工藤さん今話してたんですけれども、大きくても小さくそんなに変わらないと思いますよ。だけど大きいと力が抜けるから楽なんですよ。でリリースの瞬間抜けてる方が絶対入りやすいんですよ。そう。でもここだとある程度小さいと力をキープしなまあまあいかなきゃいけないので、なんていうんですか、伸びのある球とか勢いっていうのは失いやすい。ああそう。大体日本のボールだと、だから佐々木投手とかもすごい抜けてるんです。こうやってパッと開いてこう落としてるんです。楽にポンと落とすんです、でもアメリカのボールでそれやっちゃうと持ってかなきゃ老けちゃうから、それが怖くて持つんですよ、だから佐々木朗希とか速い投手、日本人は大体そうです。ボールが結構しっとりしてて、滑りにくいから、落とせるんです。藤川球児とかもやっぱそうじゃないですか、ポーンって落として上げていけるんですか。ポンって上げてる。藤川球児のあの投げ方、アメリカ難しい。あ、そう。
僕の持論で言うといいね、お前の持論でいいですわかります、この感覚わかるよ、わかるよ、やっぱりここでポンって、ね、ただで滑りやすいボールを、こうすることって力抜くことじゃないですか、はい、そうするとボールが離れちゃったりとか、離れたくないから力入れたら絶対にこういう柔らかい動きってできないですよね、どっかに力が入ったら。じゃああのさ、今中カーブ、あの滑るボールじゃ投げれないの？あ、投げづらい、難しいと思う、難しいと思います、投げづらい。でもなんかアメリカの方が縫い目があるからカーブよく曲がるとかっていう人もいるじゃない。いや難しいと思います、難しいんだ、もっとぼやけると思う。だからアメリカの場合はこう滑る代わりに縫い目がちょっとごっついから、うん、高いね、うん、だからこう引っ掛けれるかもしれないですけど、日本の場合はあんまり高い縫い目ないじゃないですか、うん、それがしっとりきてるから、まあこうギリギリでも、うん、だメーカーによって投げやすいボール投げにくいボール、昔は昔はありましたね、統一球じゃなかった時代。そうですね、そうだからチームによって違うから、確かに一球打ったらボコボコへこんでた。そうです、だからバッターの人がよく帰ろうって言うじゃないですか。日本人より外国人選手の方が多いですね。帰るでしょ。ラミちゃんとかやっぱりすぐワンバンしたやつから帰ってってすぐ反応してましたけど、やっぱり抵抗がちょっと違うらしいです。だから変形ボールよく投げてましたよ。まあいいかこれでと思って。そっちの方が変化球が良かったりします。そうそう、もう動いちゃうんで。でも日本人だったら綺麗なまっすぐ投げたくないですか。まあそういうピッチャーも多いよな。まあそういう今の子はもう、うん、打ち終わったらもうすぐもらってる。そうそうそう、ボールもったいないなと思うんですけど、ね、でもそういうのやってたタイプのピッチャーってことですか。僕は全然変えないですよ、そのままで。でどうしてもちょっとこれ投げにくいなと思ったらファール打ってくれないかなっつって、ファール打ってまでボールか。昔はでもね、変えてくれなかったですよ。変えてって言っても普通見てそのまま投げ替えられましたね。でも自分の意図してるボールじゃない不規則な回転であったり曲がり方するわけじゃないですか。もうそれを受け入れるしかなかったって感じ。いや受け入れなくてその方が良かったんですよ。ほら、だからお気に入りのボールが合ってるのにキャッチャーがちょっとショートバーになったからって見てポイってやられるとちょっと待てお前なんで変えんねんみたいな。大事な時はボール大事ですよ ね。ここ抑えないかと思ったら、うん、このボールしっとり今回変えたいなと思います。キャッチャーは気を使ってるつもりでもそのボールが良かったんだよっていう、ワンバンしてもですか、はい、お前もピッチャーやろいやいや僕傷ついてたら嫌なんですよ、とにかく新しいボール。じゃあキャンプとかどうするの、ブルペンでショートバーン。そのワンバンしたらすぐ変えなきゃいけないので心地いいボールで投げててもダメなんですよ。だから今年中日あれですよ、ブルペンで何球か投げたらボール新しいのに変えて投げ直すっていう練習やってましたよ。だって常に自分の好きなボールだけ投げられないんですもん。やっぱブルペンの中でもボールを変えてちょっと合わないけどこれでも投げなきゃいけないっていうのに対応していくやり方の方が僕は正しいのかなと思いました。傷ついたと思ってキャッチャーが変えようとするじゃないですか。変えるな。それはそれは変えてっていうか不規則な変化するやんかこんなもいいボールはないやんか。多分この3人ともキャッチャーミットをじーっと見ては投げてないと思います。そう、一回切りないです。だからまず目を切るのもまずしっかり立たなきゃダメだっていうのから始まって、コントロール悪い子には目切れって言います。ああそう、じーっと見てると体突っ込むじゃないですか。あっちに投げたいあっちに投げたいってなったらこうってなるから、うん、一回こっち見てそれから目標見ろ。工藤さんでもずっと見てます？足上げた時こう、あ見てるよ。最近ちょっと着るやつ多いじゃないですか。千賀とかもちょっと着てるよ、こうやって。あそう、選手によってはずっと見てるともう行ってる時に開いちゃう選手がいるので、だから僕もアドバイスしたことはあるんですけど、ずっと見ててどうしても開きが早くなったりとかするピッチャーにはもう一回切りなさいと。切ってでそれから、はい、動き出してから見るようにっていうと体の開きが抑えられたりとか、高かったボールが低くなったりとか。工藤さんは見てた、ずっと見てたタイプですか。僕は見てますね。っていうか僕はなんか投げるとこよりもバッターを見てるんです。ああそっちがとにかく見たい。はい、だからキャッチャーに投げるところはアウトコースだったらこうしてとか、高さは低ければ肩をちょっと落とせば、なるほどなるほど、はい、腰のラインとその肩の高さが合ってれば低めに行くので、 あとはもうバッターの動きしか見てないです。はい、この辺が大事ってこと。前がねよく壁って言うじゃないですか。だからその壁の意識を、多分それも人それぞれ、グローブで作る人もいるし肩で作る人もいるし、多分こっちで作る人もいると思うんですよ。下半身でこっちで壁を作るっていう人も、結果どこを意識するかっていうのは合う合わないと思うんですけれども、どちらかといえば壁ってなったらこっち側になりますかね、左サイドになりますかね。
左、まあ、前ですね、うん、左ピッチャーと右サイド、そうですね、はい、今の子なんかありますか。僕はやっぱりキャッチャーをずっと見てます。見てる、切らないですよ、切らない、基本的には。うーん、だからバッターは僕は見れないですよ。うーん、真ん中を常に見ながら投げてるんで、コース見ちゃうとバッターが目で打つっていう人がいるもんですから、ベテランの人はピッチャーの目を見て、ピッチャーの目線を見て、ああインコースだな、アウトコースだなって、そんなこと見られてんだと思ったから、もう真ん中だけ見るように、真ん中をぼんやり見て、インサイドアウトサイドみたいな感じ でピッチャーが狙ってるところが目線で分かるってことですか。バッターがその目線で、ああインサイドかって言われる。え、見えます。いや、まあ、俺は見たことないけど、いや、とんでもない人ですよ、まあ、レベルがとんでもなく高いレベルの人は、昔の人は打席に入ったことありますけど、ピッチャーの目よく見えますよ。いや、どこに投げるか分かんないですよ、でも目はよく見えます。だからデッドボールこう当たるなと思った時、ピッチャーの目こっちに来てるなと、狙われてるのかなと思った時は何回もあります。あのボール投げる方と逆の手って自分の意識なんかあります？使い方っていうか。めちゃくちゃありますよ。へえ。グラブの方ですよね。トレーニングしますよ。へえ。この動きのトレーニング練習を引っ張る、引っ張る、はい、向こうにゴムを置いといて、こうやってこうやってここでハムを使いながら引きながらこうやって回すんですよ。はこの連動がないと、これがハムが足が下半身が使えないんで、間合いもイメージは、はい、こう、はい、こうです、こうです、こうなっちゃいけないんですよ。こうもダメだし、自分のところにパンって、ここが軸なので、足がついたらここを軸にして回るためには、ここを軸にしてこう、あのしっかりと回転させなきゃいけないので、はピッチャーで投げ終わったらこうじゃないですか。投げる前ってこうじゃないですか、はい、いわゆるこの分しか回らないんですよね、はい、だからこの分が回るところの視点が絶対に必要なので、軸がこの軸を中心に僕は回るんですよ。なのでここの軸をしっかり作る練習は、こっちのグローブの方とこう下を一緒に使って練習して作るんですよ。でそれを作ってから今度はこっち側です。僕は目標をまず作るだけなんで、入れ替える時だけこう、まあ工藤さんこう引っ張るのも一緒ですけど、要は体の入れ替えです。これ目標を作って、これが早いともう手がダメなんで、ここで我慢して入れ替えるだけ、目標に使ってます。あと引っ張るのは一緒です。引きは大事っていう。でもね、僕すごく難しいのが、体って何かを意識した時ってそこに意識がいくから、そこを使っちゃうじゃないですか。意味わかります？はいはいはい、で工藤さんは今までずっと話を聞いていて、トレーニングとかでもそのテイクバックの使い方とか下半身の使い方とか、最初に話し合ったようにその部分部分をしっかり鍛えて、使い方をイメージさせて体に染み込ませて、それをフォーム一つにしたまとめた時にしっかり連動するんですよ、うん、この連動させるのが難しくて、僕の場合それだけやっちゃうとこっちが意識して他が死んじゃうんですよ、うん、っていうので僕はなるべくいろんなところの意識をしないように、自然にそうなる動きっていうのを作るようにしたので、工藤さんとかめちゃくちゃ器用だなと思いました、ね、一緒の話聞いてて。前の手はあんまり意識しないってこと？しないですね。結果的にだって前に出すというか、もうその力が僕は常に抜いてないとダメなタイプなので、抜くためにこっちを意識するというのは逆に速くなっちゃうんですよ、こっちが。でも工藤さんこっちを速くしてもちゃんと連動するんですよ。で僕投げるときこっち速くしろって言われて、こっちが急に出て出さなきゃいけないっていう意識になっちゃう、脳が。なのでそういう意識よりもなるべく自然に体が回ってくるのを、僕は一箇所だけ、もう体幹だけで投げに行くような感じです。グローブの例えば柔らかさとか形とかも気にしましたか？僕が気にしたのは、ピッチャーゴロが取ると必ずボールがこうスポーンって勢いがあると抜けちゃうので、とかグローブが負けちゃうんですよ。だからこうやってあのマジックテープをつけて、試合の時はこれが抜けないようにしっかり締めておくんですよ。そうすると強い打球でも手首が抜けないので、普通のないグローブだとパーンって弾かれちゃうんですよ、ライナーとかだと。だそうならないようにと、あと手の甲に昔ライナーが当たったことがあるんですよ。むっちゃ痛かったんで、それからはちょっと深めにはめて、でこれで巻いて
で絶対にどんなにこうやってもそこのマジックテープってあんまり見たことないですね。あんまりない、ね、工藤さん以外見たことない、はあ、いや僕以外やってないです。やっぱりそうですか。あんまり見たことない。キャッチャーがたまにやってるかな。本当ですか。僕中にあるんですよマジックテープ。中に汗が嫌なんで。あこの綿あるじゃないですか、うん、汗かいて綿が嫌いで、これなんとかなんないですかって言ったらマジックテープで洗える、あの洗える、うん、要は汗が吸収してくれる。こうやってグラブで汗拭くの大嫌いなんです、うん、僕もあのありますけど中にあの皮が皮って綿がないんですけど皮が一番。ここに、はあ、だから1試合終わるとこの辺が汗もみたいになりますよ。あだから汗が嫌な。グラブで拭いてこう汗がついてるのを見るのなんかかっこ悪いじゃないですか。一番テレビ映るのに色が変わってしまうそんな見てへんけどな。あんな昭和感なのにかっこ悪いとかあるんですよ。グラブは大事なんですよ。だ僕グラブは常に硬いのじゃないと僕ダメなんです。硬いカチカチなんです。工藤さんどうですか。あ僕はそんなにカチカチはダメですね。あのなんかピッチャーによってはここの割れがこうじゃなくて、うんこうじゃなきゃ嫌だっていう人いるんですか。いる。山本正人とかそうです。ああそうでしょ。そう。そういうのはあんまり気にしないです。あれはそのグローブの使い方。そう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 。なんか言うんですよピッチャーも。そう。僕はどっちかというとこう使いたいので、うん、だからこう縦なんですよ。はい、でこう使う人、そうこう使う人はもうこうなんてこういう、はい、人型じゃないですけど入り型っていうかですね。にはなります。だからやっぱり。多少なりとも潰すイメージがあるんですか、ね。はい、ありますあります。こうやってこう握るのでこうなっちゃうんですよ。こうなっちゃうのでだから常にこういう状態で締めての方がいいってことですか。ロッカーにいつも置いとくんですけど、これ今の方が硬い方がいいってことですか。これは硬い方がいいんです。柔らかいのはダメなんです。へー。ピッチャーゴロで弾くぐらいじゃないとダメなんです。それはなんで投げる時に力入っちゃうとか。絶対力入るんで柔らかいとグニュってなるんで、硬いとちょうど力加減が合うんです。引っ張ると僕はこう潰すタイプでしたね。やっぱ考えてんねんな、そんなのな。そうだからやっぱ感覚考えたことないよ。グラブに僕そのこの前聞いた時にグラブにそこにこういうふうにラインがあるのも知らなかったです。あグラブって僕考えたら子供の頃からグラブ一回も持ったことない。子供からずっと俺ずっと見てたから